俺中学生の時いじめられてたんだけど、はい、気づかなかったんだよね、いじめられてるのに。はいはい。なんかクラスみんなでしかとしようっていう風にして、俺のことをクラスみんなでいじめてたらしいんだけど、はい、俺友達いなかったから、あんまり、うん、だから気づ、もともと喋る友達がいなかったから、はい、気づかなくて。え、かっこよすぎんだろ、それに気づかなかったので、なんか主人公じゃん。突如放課後先生に呼ばれて、はい、おいみたいな、はい、で、なんかはいみたいな、どうしたんすかみたいな、なんか、はい、そのめっちゃ申し訳なさそうな顔して一人、名前も覚えてないやつが立ってて、そこに、はい、なんかいじめてごめんなさいみたいな、うん、俺いじめられてたのってなって、で、なんかいじめた原因を聞いたら、借りた金を返さないみたいな。最低。いやもうね、いや違う、最低なのは俺じゃないからね。もうお金借りたことないから。あ、いや、はいはいはい、そう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 、借りてないんだ。借りたことないよ。うん、だって友達じゃないからね、まずそいつ。はい。で、それでいじめられてたね。へえ。いやでもいいですね、その強いエピソード。うん、俺あれだよ、あの高校生の時とかはさ、もうずっと朝までゲームして学校で寝るみたいな生活してたからさ、その体育の授業でそのみんなが着替えてる間ちょっとだけ5分くらい寝てたんだよ。起きたら授業半分終わってた。誰も起こしてくれなかった俺のこと。いいじゃないですか、ゲームに集中できるじゃないですかね、多分。いやまあそうなんだけど、俺その時ちょっと冷や汗かいてよ、さすがに。なんで起こしてくれないんだろうって。うん、でもなんか出席したことになってた、授業は。うん、出席簿で出席取ってて、多分いるだろうみたいな感じになってるから、うん、出席したことになってたね。懐かしいわ。いや、いいな、そのエピソードめっちゃ好きです。いじめられたことに気づかなかったって、マジで気づかなかったね。謝られた時に気づいたって。なんかいじめてそうとか言われるけど、俺いじめられてる側だったからさ、うん、なんかちょっと複雑だよね。あー、うん、そうですね。いじめてそうって結構失礼ですよね。めちゃめちゃ失礼だよ。うん、本当に失礼。くっそ失礼だよ、マジで。はい。まあ、友達いなかったからな。あかりんは友達いた？高校の頃。少ないけど、いましたね。何人くらい？何人って数で言うと難しいな。でも僕、多くなかったですね、ずっと友達は。5、6人とか？いや、もうそれぐらいだったかもしれないです、ずっと。飯は一人で食わなかった？さすがに。合わなかったかな？あ、うん、なかったかな？あ、俺大学で初めてトイレの中で飯食ったね。え、なんか結構それそういう人いますよね。結構聞く、僕友達からも大学お弁当一人で食べてたとか、うん、なんか結構聞きますね。俺大学生になって初めてトイレで飯食った。ぼっち飯。うん、しかも大学4年生になってつい最近食った。え、寂しいんですかそれ。いや、食ってみたかったんだよね、トイレで飯。食ったことなかったから。でも味は変わらなかったよ、別に。一人で食べても、うん、普通に美味しかった。全然。じゃあ一人でもいいか。全然美味しかった。それこそもう友達本当にいないから、大学。はい。なんか一次元だけ、一元、あの一つの授業だけ友達を見てるんだよね。うんうん。だからその時にちょろっと話すだけです。